リンゴを最初に8等分にカットします。次はその唇を作りたいので縁を5から6ミリくらいの幅を残してもらいまして切り込みを入れていきます。奥にゆっくりと押していくように動かしていくと刃先が見えてやりやすいです。切り込みを入れた内側の皮を剥きます。そうすると赤い縁が残り唇に見えます。リンゴを縦に持ちまして中央に彫刻刀を入れて彫ります。それを横に向けまして縦に何回か彫ります。そうすると刃ができます。最後に上唇を見えるように V の字に入れて口の完成です。